ダーリング盆地の位置マレーダーリング盆地は、オーストラリア南東部に位置しており、名前は盆地を流れる二大河川、マレー川とダーリング川に由来する。オーストラリアで最も重要な農業地域の一つで、あり、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、オーストラリア首都特別地域、及び、クイーンズランド州と、南オーストラリア州にまたがる広大なものである。 106万1469平方キロメートルの面積を誇る広大な盆地のほとんどが平坦な低地であり、内陸に位置するため、降水量は少ない。だが、スノービーマウンテンズ計画の灌え事業により、マレー川の流量が増幅されているため、盆地一帯では農業が盛んになっている。この盆地を流れる河川は全体的に距離が長い傾向があり、流れはゆったりとしており、 大量の水を運搬する。出店、ザマレー、ダーリングベースンホワイト、エスインポータント。www.mdba.gov.au.2021 年6月15日閲覧。We are is the Mare ー、ダーリングベースン。www.mdba.gov.au.2021 年6月15日閲覧。ありがとうございます。